この声。ええ、確かに夫アポカリプス。え、夫？それは天命の前の大主。でも夫主教は数年前に。夫アポカリプス、懐かしい名前だね。誰もが彼の名前を口にして、誰もが彼のことを忘れられない。だけどあなたは彼じゃない。誰であろうとあなたへの質問はたくさんあります。ああ、もちろんだ。君たちの聞きたいことならわかってるよ。僕は誰だ？天上の人とは何者なんだい？奴らはこのセントフォンテーヌで何をするつもりなのだろうか。そして僕は何をするつもりなのか。それほど多いってわけでもないね。あら、時間が省けるわね。では質問に答えてもらえないかしら。だが今さらその答えを知ったところで未来に何の影響も与えられないだろう。それは私たちが判断します。はあ、何も知らない君たちがどう判断すると言うんだい。星の扉はもうすぐ開く。天上の人の降臨は止められないよ。ここで君たちを迎え入れたのはあくまで主としてもてなそうと思っただけだ。座るといい。ゆっくり話をしながら共に世界の変革を迎えようではないか。そういう答えは求めてません。同感ね。さすがは旧世代の英雄たちだ。もし僕が恐怖という感覚を体験できるなら、君たちの勢い、それなら別の答えを君たちに与えよう。そう、大多数の質問を解決できる答えをね。ああ、こういう時は悪党らしいセリフを言った方がいいだろうか。君たちは天上の人に勝てない。ここで倒れるがいい。さて、遺産で魔城にやってきた英雄たちは圧倒力を持っている。頑張れ、パワフルな人だ。ライデン将来遺産の流れを戻す。冗談だ。黎明が来た。陣形変更。フルーリーちゃん。ライデン将来。そろそろこの戦闘。黎明が来た。ライデン将来。疑似神の鍵の精度が落ち始めてる。
どうやら君たちがこの体に与えた魔紋は予想よりもずっと多いようだね。皮肉だが、より多くの崩壊エネルギーが必要だ。ライデン・メイ、君にそれほどの力が残っていたとは驚いたよ。まさか同じ技で私と戦おうとするなんて。その方が驚いたんだけど、この一撃は私の隊員に手を出したことのお返しよ。隊長僕を倒したところで何も変わらないさ。言ったはずだ、君たちは何も止められない。その姿もあの人とそっくりね。彼が用意した玉鋼の体の一つでしょ。あなたはオットーじゃない。なのにさっきの戦闘であなたは疑似神の鍵を使用した。それにあの金色の箱、あなたの正体が分かった気がするわ。あなたはオットーと共にこの世界を去ったと思っていました。悟空番書。どうやら一つ目の答えを見つけたようだね。本当にあなたなのね。ではついでに他の質問の答えも話してもらいましょうか。いいだろう。言ったようにそれは僕の計画に何の影響もない。君たちがここまで必死に戦ったことに敬意を表する代わりに教えてあげよう。天井の人は一体何者なの？君たちもなんとなく分かっていただろう。この時代に天命ですら把握していない技術を持つ組織なんて存在すると思うのかい？少なくともこの星には存在しないさ。え？それってつまり。本当かよ。天上の人は宇宙から来た文明ってこと？正解から来た狩人、略奪者、星食い。彼らに関する呼び名は様々だが、この閉塞的な星ではあまり知られていない。彼らは一つの銀河から別の銀河に移動し、あらゆるエネルギーを奪う。いかなるエネルギーであっても貪欲に奪おうとする。その銀河を食い尽くすまで彼らは獅子のように狩りをし、ハイエナのように貪る。そして次の目標に向かい、死んだ星だけを残す。彼らをここにおびき寄せることがいいアイディアだと思ってるんですか？どうしてそんなことを？あなたに人類を敵に回す理由はない。あなただって崩壊を駆逐したいはず。いいえ、そのために生まれた存在よ。その通り。僕は崩壊を地球から遠ざけるために行動したんだ。天上の人をここに降臨させるのもその目的のためさ。僕が言ったように、天上の人はエネルギーを追う狩人だ。どんな形のエネルギーであってもね。まさか。見た目と口調だけじゃなくて、周りを顧みない狂気すら彼を真似ようとしているの？僕もオットーのように自分の欲望に正直になりたいよ。だが僕は生まれてから選択する余地がない。
の音ですか？これは僕の死を予告する判決であり、収穫の始まりを意味する角笛だ。ようやくステージに上がる気になったのかい、ルケニ。ルケニ、天井の人。口数が多すぎる僕が嫌になったのかい、それとも君にいろいろ教えた結果猜疑心を覚えさせてしまったのだろうか、はたまた僕の中にあるわずかな崩壊の力を見逃したくないのかい。いやそれはないな。何しろ露のような僕と比べて君の存在はそこが見えない深淵そのものだ。はあ、かつての律者、それに若い生徒たち、忠告しよう。ここから離れるんだ。ルケには君たちが理解し挑戦できるような相手じゃない。深淵を覗こうとするな、僕のようになるぞ。僕の使命と呪いはここで終わる。真相はまだ解明されてない。彼、正門に消えてしまいました。奴の仲間、あのルケニとやらに助けられた？助けられた？むしろ正門に粉々にされたんじゃ。なんや。地図を確認し、アテンマ城が揺れています。おい、崩れるとか言わないでくれよ。まずはここを出るわよ。ですが、出口がありません。嘘だろ。じゃあ入り口を、違う、正門に送られてきたんだから入り口なんてないよ。うちらここに閉じ込められた？そうでもありません。親友？冗談だよな、な？それはいくらなんでも。時間がない。他に選択肢はないわ。私とメイ隊長が先陣を切ります。隊員、しんがりをお願いします。承知した。